そのイメージの中でお金があるお金があるって言ってもやっぱ打ち勝てないと思うんですよ。だからやっぱり月末お金が残るような生き方をしないと、瞑想だけしたってダメですよね。会話ってキャッチボールなんですよね。だからその人が聞きたいとか話したいっていうのを察知して質問してあげたらいいんですよ。鉄板となりそうな3つをね、考えておけばいいと思います。本田健の人生相談リア健ナビゲーターの小林もどかです。健さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、少し前の出来事になるんですけれども、健さんにちょっとこのお話は聞いておきたいということで、4月の終わりから健さん、ヨーロッパ各国結構タイトなスケジュールで回られていて、ご存知の方も多いと思うんですけれども、LINE ライブで割とちょこちょこ配信されてましたよね、いろんなところから。そうですね。ネット環境がね、いい悪いってあったので、例えば、ベルギーはあまり良くなかったんですよね。はい。だからそういう意味では、やっぱりこう国によってもネット環境が違うっていうのはびっくりでしたね。一番最初ってフランスでしたっけ、パリでしたっけ。そう、パリから入っでして、たよドーね。ハ、パリから入って、それから、東の方に行ったんですよね。はい。凱旋門バックにされていて、なんか一瞬合成かなっていうぐらい 本当にそうです凱旋よ。門、そうそう、凱旋門の目の前っていうのがなんかすごいと思って見たりしてましたけれあ、そど、うですか。はい。その4月末からだいたい3週間くらいでしたっけ、ヨーロッパ行かれていたそうのっですね。て。3週間足らずぐらいでしたけど、基本的にはほぼ連泊せずにいろんな町に一泊一泊、まあ、荷造り結構大変でしたけど、一泊一泊一泊でずっと回ってきましたね。じゃあ特にその滞在して思い出に残った場所ってどこですか？まあ、それぞれあるんですけど、モン・サン・ミシェルってフランスのね、西にあるんですけど、その千数百年前に建てられてた修道院があるんですよ。あれはやっぱ美しかったですね。行かれたのは初めてだったんです初か？めてです。てか、フランス自体が初めてだったので。そうなんですか。こんだけ海外行ってて、なんで初ヨーロッパやねんって突っ込まれると思うんですけど、なんかね、僕ヨーロッパには行けなかったんですよね。このなんで30す年か。ずっと行きたかったのに。じゃあようやくここで行かれたわけですね。そうですね。なんかね、アメリカの方はもうしょっちゅう1年に3回も4回も行ってたのに、なぜか西には縁がなかったんですよね。どうでした？空気とか、その街の雰囲気とかって、そのアメリカと比べてどんな印象でした？やっぱりもう全然違いますよね。例えばイギリスとボストンの街並みってちょっと、まあ、似てるんですけど、ケンブリッジって街がね、あるぐらいですから。でもね、やっぱりこう人が違う。やっぱアメリカはアグレッシブな感じがあるんですけど、ヨーロッパはちょっともう少しおっとりしてる印象はありますよね。まあ、パリとかロンドンは除いてですけど。肌はどうでした？肌感覚としてはヨーロッパは検査は合いましたか？まあ、ヨーロッパというよりは、僕はフィンランドとか北欧の方でしばらく暮らしてみたいなっていう夢というか思いがずっとあって、なので真夏はちょっと過ごしてみようかなと思ってるんですけど、そういう場所によっても違いますよね。なんかね、こちらから見れば、その地続きだからあれですけれど、やはりそのエネルギーって全然違うものですか、国によっては。もう全然違いますね。そう、街のその建物も違うし、例えばオランダだったらもう運河運河運河ってこう川みたいなのがいっぱいあるわけでしょ。そういうのも違いますし、もう人も違いますよね。やっぱり人が違うっていうのがすごい面白かったですね。ちょっと1、2時間電車で移動しただけで違うっていうのは、今回だからあえて電車に乗ってみたんですよ。だからすごいバリアフリーじゃないんですよね。もう荷物をいっぱい抱えて、まあ最初の荷物行ったんですけど、まあそれでもね、大変でしたね。ケンさんね、そもそも今回のこの旅の目的って何か大きいものはあったんですか？まあ、今回はね、将来ちょっとこういろいろやっていくっていう、まあ、ヨーロッパでやっていくにあたって、まあ、いろんな国民性をちらちらと実際見たかったっていうのと、まあ、今回ね、会いたいっていう方たちがもう何十人もいてありがたかったんですけど、今回はその外部の方とはほとんど会わずに、ね、できるだけその街のいろんな人たちに話しかけて、今の世界はどう思ってるのかって、まあ、特にフィンランドではね、
いろんな人たち捕まえて話をしてたんですけど、ウクライナで起きてることとかそういったことなんかもいろいろ聞いてきました。あとほらヨーロッパで結構街中で、うん、あのマスクしてる人なんてほとんどいないんですよってライブで話されてましたよね、ケン、はい、さん。そうですね、そういうのもこの日本の中とはまた全然違いますよね。そうですね、で結局僕ずっとマスクなしであのジャズバーみたいなところも行ったりとかしたんですけど、うん、まあ、それでコロナになってないからなんかそういう意味ではもうちょっとアフターコロナの感じで帰ってきましたけどね。じゃあ日本に降り立った時にみんながこうマスクで普通に生活しているっていうのは違和感感じたんじゃないですか。そんな違和感というかそこにいましたからね。だからあの1年ぶりとかだったら違うと思うんですけど、やっぱりみんな真面目だなっていうそういう印象ですよね。偉いっていう感じですよ、日本人偉い。はい、ありがとうございます、はい。それでは本田健の人生相談リア健、今日も最後までお楽しみください。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問にケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームアンズさんです。ケンさん、こんにちは。こんにちは。幼い頃から私の母親がよくお金がない、お金がないと話してきたせいか、私も月末になると今月の支払いができるのかな、お金が足りない、お金がないなということばっかり考えてしまいます。お金の観念は両親からも影響を受けると本に書いてありましたが、このお金がないという観念、書き換える方法があれば教えていただきたいですということなんですよね。まあ、これはねやっぱり少しずつ変えていくしかないですよね。生まれ育ったその両親の小さい時から浴びてるシャワーの言葉って影響大きいですよね。そうですね。でもそれにね 100% ずっと洗脳され続ける必要はないので、うん、だから逆に言うとそのイメージの中でお金があるお金があるって言ってもやっぱり打ち勝てないと思うんですよ、はい。だからやっぱり月末お金が残るような生き方をしないと、うん、瞑想だけしたってダメですよね。だから親がお金がないって言ってたのはお金を使いすぎたのか、そもそも収入が少なかったのかのどっちかですよ。でもしお母さんが専業主婦で自分も専業主婦だったら、専業主婦を辞めてお金を稼ぎ出すっていうのがより積極的にこの観念を乗り越える方法ですよね。例えばもう月に3万とか5万とかパートで稼げばお金がないっていう状態から抜け出られるはずですよ。うん、じゃあまずはその自分が今その状況を現実的にどう取り組めるかっていうところですね。動けるか。そうそうそう、だからお金がないっていう状態に甘んじないかどうかってことですよね。うん、そのためには具体的に何かやらなくちゃ。うん、始まらないということですもんね、うん。はい、質問ありがとうございます。さあ続いてラジオネームさくこさんです。けんさん、こんにちは。こんにちは。私は人から何気ない一言を言われたとき、うん、そうですねとか確かにくらいしか言えず悩んでいます。そこで気の利いた一言や質問などを返して少し会話を続けられる人を羨ましく感じます。そういうことができる人はその話題のエッセンスが何なのかをすぐにつかめる人だと思います。だとしたらちょっとした会話がうまくできるようになるんでしょうかということなんですよね。うんうん、はい、なんかここで確かにって言ったら怒られるなって考えちゃった。そしたらね、ケンさん真面目にねっつってね、私も言ってますけど。そう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 。あのね、こう会話ってキャッチボールなんですよね。だからその人がその聞きたいとか話したいっていうのを察知して質問してあげたらいいんですよ。うん、で例えばなかなか話してて、よかったですねとかね、うん、あるいはその他に誰がいたんですかとか、その時ってどんな感じでしたとか、そういう当たりさえもない質問を3つぐらい覚えておけばいいんですよ。はい、例えば僕英語ができなかった時にその相槌の天才になるって決めたんですけど、はい、最初はうーんとかえーとかワーオとかぐらいだったんですけど、そのうちね What happened? とかなんかそういう合いの手の言葉が言えるようになってきたんですよね。はい、それを僕は持ってたのは What happened? と How did you feel? とその時どういう感じがしましたかとかっていう風なもう鉄板のやつが3つぐらいあったんですよ。あと何だったかな。でそれで What did you do? だ何したんですかって言ったら大抵どう感じたんですかと
ことに関しては答えられますよね、相手は。はい、うん、で誰かいたんですか、だから何人かいたっていう、まあ、一人で何かやってない時に言うんですけど、うん、他に誰がいたんですかって、あの時ね、おじさんとおばさんとって、また会話が続くんですよ、うん、でその後どうしたんですかとかって言ったら、いやその後はねって言って、こう会話が続くから、そのなんか鉄板となりそうな3つをね考えておけばいいと思います。そう、結構あの言語を学んだ経験のある人はそういうこう母国語でないことでのフラストレーションというか、うまく表現ができないから、うん、こうどういうふうにきっかけを探そうっていうのの痛い思いもしつつ、いろいろ試行錯誤もきっとしてきてますよね、経験として。そうだからね、噛み合わないことも含めて、ぜひね頑張ってください。そうですよね、まあ、だからケンさんおっしゃるように、いくつかをちょっとあらかじめ準備しておくっていうところからでいいですかね、まずは。そうですね、でそこから相手に答えてもらって、相手が言ったことでまた何か広がりそうだったら、そこでまたちょっと聞いてみたりとかっていうことですよね。はい、いいと思います。はい、佐久子さんからの質問でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、人生相談のコーナーでした。続いてはハッピーライブラリーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からの特別な一冊です。ラジオネーム日向ぼっこさん。私は千田拓也さんの、一流の人だけが知っている、他人には絶対に教えないこの世界のルールという本をお勧めします。一流になるためにはというところに関しては、正直自分に変えられない部分もあり、厳しさもありましたが、一流の人の習慣や思考を学ぶことができました。一流に認められ、自分も一流となるのか、一流の人に上手についていくのか、考え方を柔らかくしてくれる一冊でした、ということでお送りいただきました。そしてケンさんが選ばれた本、教えていただけますか。はい、世界の頭のいい人がやってることを一冊にまとめてみた、中野信子さんが書かれた本です。はい、これはもうこの中野さんが書く本なんだから、そうなんだろうと思ってワクワクして読んじゃいますね、この一冊はね。そうですね、中野さんすごい、本当に頭のいい方で、で人柄もね素晴らしい方です。そうですよね、僕も1回お会いしたことあるんですけど、はい、いかがでした、ケンさんもこの一冊にまとまってましたけれど、ご自身の中で、うん、あ、うん、そうだねって思う部分ってありましたか。そうですね、まあ、頭のいい人というか、まあ、そうですね、頭のいい人というより賢い人っていう印象ですけどね。あ、はいはい、うん、ね、なんか頭のいい人は脳の上手な使い方を知っているって帯にも書いてますけれど、もうその通りですよ。、はい、ぜひこちらの一冊も皆さんチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。ヒーローが普通の人間より勇敢なわけではない、周りよりも5分だけ長く勇敢でいられるだけなのだ。ロナルド・レーガン。不思議。